ほら、ほら、下からすくい上げてやる。ほら、ほら、ほら。あ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。はい。あ、前回にも増してでかいな、俺が。全然興味ねえじゃん。もう全然興味ない。3000もしたのに。うわ、ルアーコーシング大会あんのよな。ジュニアカップ。出ましょう。ルアーコーシング！さあ、ルアーコーシング大会ジュニアカップ。王者をかけた争いも、いよいよ大詰めです。実況は私、オモ長尾です。隣の犬、あの有名なシロだったかな。おいお前、練習より早いぞお前。こい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 。よし。え、やばい。やばい、ちょっと遅くなってる。やばい、遅くなった遅くなった。オム、オム頑張れ。オムが、あ、やべ、オム、オムやべ。オム、もう練習の成果出せって。頑張れ頑張れ。いやー、ラストスパートはいいんだが。ラストスパートはいいのだが。オム、いや頑張ったよな。ポメラニアンのおむすび選手と電波マンさんのペア。おむすび選手には賞金1000円が贈られます。まあでもとりあえず頑張ったな。おむすび、ここはだよね、結果はともあれ褒めてあげないと。餌もやろう。おー、行儀悪いね。いいよ、行儀悪くてもいいよ。ルアーコーシング王者をかけた争いもいよいよ大詰めです。実況は、私、オモ長尾です。今回の対戦相手は、ボクサーのドンと、ダルメシアンのジャスミン。超強そうですね。オモちゃん、オモちゃん、オモちゃん頑張って、オモちゃん頑張って、オモちゃん、オモちゃん、オモちゃん、はぁはぁ。難しい。俺ほんとにこれ、ニンテンドックス大会までいけんのかな？めちゃくちゃむずいんだけど、大会。普通さ、大体のゲームってこの一番最初の大会って簡単に勝てるんじゃないの？そうだ、2000円も稼いだもんね。でも俺がレコード買ったせいで1000円赤字なんだよな。あ、そうだ、新しい芸を覚えさせよう。ジャンプの教え方。人気に飛び跳ねるジャンプにチャレンジしましょう。初めのポジションは4つ足です。頭の上でおやつをちらつかせると、あっという間にジャンプの出来上がりです。で、チャレンジ。やってみよう。これを。うん、飛びな、ジャンプ、ジャンプ。いや、お手じゃない、ジャンプ。飛ばねえ。こいつ飛ばねえぞ。来い。いや、お手じゃない。腰ぐらい。きたー。よっしゃー。じゃあ、ホテじゃない。ちょっとどうすんだ、これ。ブーン！ブーン！で、これ、マリオのジャンプ音で覚えさそう。ブーン！ブーン！うぃー！スーパーマリオジャンプだろうね、多分ね。スーパー、あ、ジャンプ入らんね。おむすびは、スーパーマリオ JP 覚えました。ちょっとやってみていい？おぉ、さすがだ、天才だ、天才すぎる。もうマリオ超えた。もう一個覚えさすか。それでは始めましょう。最初のポジションはお座りです。まずは子犬の足元におやつを持っていきます。そしてこんな風におやつをちらつかせると、なるほど、あ、左右にやる、大事なんだ。おぉ、すごいね、食べないんだね。で、チャレンジ。全然座らねえ。おさわり。ちょっと待って、やばい。あ、言い方忘れてた。これ言い方ちゃんと考えないと。お座りでいいのかな。スフィンクスにしようか。スフィンクス、スフィンクス。あれ、おかしいな。あ、そもそもお座りじゃねえしな。あ、ジャンプじゃない、ジャンプじゃない。あ、混乱してきてるな、やばいな。スフィンクス、スフィンクス。来た。おっしゃー、おむすびは今の言葉を覚えました。忘れないうちにメモしておきましょう。
すごい、でもこれさ、絶対に、伏せだったら伏せって覚えさせなきゃいけないわけじゃないの、めっちゃいいよね、ゲームとして。おむすびはスフィンクスを覚えました。ちょっと、やってもらおう。お座り！あ、もうしてるか。スフィンクス！あー、ねね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 おやつだ。食え。あ、いいね。賢いね、ほんとに。ちょっとなんか、研究機関にバレねえように気をつけねえと。もう一個覚えさすか。横目の教え方、ゴロンと転がる姿が可愛らしい横目にチャレンジしましょう。初めのポジションは伏せです。なるほど、伏せからさらに。つまり、うちに伏せ、あとでややこしいな。うちにスフィンクスから始まる。OK。右に横目させてみましょう。小指の左側をタッチして、右側へ素早く動かします。で、ゴロンと寝転がったら横目の出来上がりです。レッツチャレンジ。まず技名考えよう。何しようかな。なんか、だらけてるやつがいいな。バーン！あ、バーンいいじゃん！バーン！撃った振りね。それ楽しそう。お座り、スフィンクス、バーン！で、スフィンクス、やべ、スフィンクスが撃たれたみたいになっちまう。お座り！あ、お手じゃない。あ、お手じゃ、あくびじゃない。スフィンクス！で、バーン！これ覚えるのかな、この音で。ほぼ破裂音だったけど。おむすびはバーンを覚えました。バーン！ああうふふふうふふこの顔よ。あ、だんだん腹が。シャンクス、腹が。あ、セクシー、あ、セクシーだねー。セクシーだよ。ぷん。わあ、天才だ。不意のぷんにも対応。これはおやつをあげるしかねえ。ぷん。すげえ。これ優勝するやん、これ。絶対。確実に優勝するわ。大会出よう。ロックコンテスト。え、なにこれ、使うの？え、これ全部使うのかな、もしかして。ドッグコンテスト、ジュニアカップ。さあ、ドッグコンテスト、ジュニアカップ。あ、なるほど。これなんか、画質悪いなと思ったな。これ、カメラか。えい。おい、消える消える。どうすればいいの？こんぐらいの距離、あ、これぐらいの距離の方がいいのか。逆に。うぅ、あ、でっかいな、俺ね、今日ね。今日、お、前回にも増してでかいな、俺が。ほら、下からすくい上げてやる。ほら、ほら、ほら。あ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。はい。それでは参りましょう。最初は、規定芸を披露していただきます。なんだ。お座り！お座り！ああ、よし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 。危ね、びっくりした。おむすび選手、最初の問題は10ポイントでした。やるやん。次の問題は持続芸。何持続芸って。か。お手。なーでで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 でエクセレント !with the bone time bonus! おむすび選手の第2問は19ポイントでした。次の問題は連続芸です。お座りからカウントで。お座り。お手。お手。あー、うますぎる。天才か。おむすび選手第3問は30ポイントでした。最後の問題、フリー演技です。お、やらせちゃう。これ、天才出るぞ。お座り！スフィンクス！バーン！あー、天才だ！プーン！プーン！うわーや！プーン！プーン！プーン！お座り！
はい、天才すぎる。おむすび選手、最終問題は16ポイントでした。それでは表彰式の準備が整ったので、遠吠え？優勝の遠吠えか？2位55ポイント、芝野史郎選手と犬飼さんのペア。1位70、1位75ポイント。ポメラリアンのおむすび選手と電波マンさんのペアです。おめでとうございます。お、すげえ。うお、こんなん出んだ。あーあー、もう一人友達欲しい気持ちと、おむすびとしばらく二人暮らししたい気持ちとでせめぎ合ってんな。ちょっといくらで買えるのかだけ見に行こっかな。おい、あー、かわいい。これあー、噛もうとしてくる。人間の笑顔やん。かわいいね。これ押していくら。あー、10万。絶対買えない。わしゃしゃしゃ、唐揚げみたいだね。確かにこの子買って唐揚げにしよう。名前いくら。あー、15万。た、まあ、高えけど、現実より安いよね。おむすびと唐揚げ相性良すぎる。食べるやん、じゃあ。食べちゃってるやん。とまだ、お金貯めないといけ。え、お金ってさ、大会でしか稼げないのこれ。使わなそうなやつとか、こういう、こういうの売っちゃえばいいってこと？ 500 円。いや、10万、15万は先が遠いな。びっくりズムいくら？あー、1200円か。びっくりする。まあ、取っとくか。資材を交換。何これ？あー、なるほど。え、これ、ペットボトルをどっかで見つければ、レコードと交換できるってこと？見つけてえな。コンバットヘリとかある。電子ピアノ。おーな、あ、ゴムタイヤも使えるんだ。なるほどね。じゃあ、やっぱ、散歩いっぱい行った方がいいんだな。うわ、何これ？初めての山。のどかで爽やかな山道、途中には山の公園があります。山の公園行こう。え、めっちゃいいじゃん、ここ。いいね。あ、なんか公園みたいなのあるぞ。行くね。公園入ろう。うわ、めっちゃいる。公園に着きました。ここは広いので、ディスクドッグの練習にはもってこいです。りんちゃんとラナ、あれ、りんちゃんって苦手な子じゃなかったっけ？りんちゃん苦手な子だよ、確かね。あ、苦手な子だ。首にミサンが巻いてるやつだ。まあでも、この子に罪はないからな。ラナちゃん。あ、ラナちゃんは仲良くなった子だ。ラナちゃんかわいい。鼻どこ打ってんの？でもやっぱおむすびが一番かわいいな。来た！やっぱ一番可愛いな、お前可愛い。ちょ、可愛いのよ。ディスク。おめえ。じゃ、君らじゃない。君らじゃないぞ。これ、自分の子だけ遊ぶのめっちゃむずくないか。おめえ。あー、君じゃない。うめえ。うめえな。おい、ちょっと、うめえよ。いやいや、うちの子にやったんだけど。おむすび、ちょ、おむすび戦え。戦え。おめえ。おめ、頑張れ。おめ、あ、おめ。おめ。あ、よしよしよし。よかった。撫でて。おむすび。撫でてくれ。え、おめ、頑張れ、おむすび。あー、うめえ。あいつうめえぞ。いや、これ友達いない方がいいやん、公演。全然練習できないんだけど。おむすびに返してくれよ。おむすびに返してくれよ、おむすびに。やめてくれ、おむすびもっと強気にいけよ。うまいな、この二人。ディスクが。あ、リセットされちゃうの、これ。おむすび、おむすびの方だけど。頑張れ、おむすび。よっしゃー！おむすび！おむすび！おむすび！やっ
打ちか、この打ち勝つことによって、この、かなり能力が上がるはず。天才だ。おむすび。頑張れ。うわっしゃ、うますぎる。おむすび。これは、むしろ練習になるまであるな。あ、天才だ、お前は。天才だ。いや、めっちゃ、飼い主何してんの、この二人の。この二人、飼い主。ちょっとなんか、飼い主ちょっとどういかして。自分ちの子ちゃんと、ちゃんとさ、見ればわかるよね、これね。いけ、おむ、今だ。いや、あいつ足早え。あいつ足早えな。ちょっと、オムが苦手な理由が分かってきたぞ。同じ大会にこいつらが出ないことを祈るばかりだ。おむすび。いや、うめえ、あいつ、でけえし。でけえし、うめえんだよな。NBA なんだよな。勝てねえって、オムの体格じゃ。ちょっと今日 NBA いるから帰るわ。なんだよ、練習できると思ったのに。あれ、運なのかな、人がいるかいないかも。抗議の激しいイメージなんだよ。おむすびは、トーマスと友達になりました。トーマスと友達になったわ。パーシーも一貫。俺、パーシー推しなんだけど。ゴードンしか勝たんだろ。なんか昔からトーマスの話するとゴードンガチ勢がなんかいつも切れてんだけど、ゴードンなんか人気あんのか、たまたま僕のチャンネルにゴードンガチ勢住んでる。あ、また木の枝だ。家のが練習しやすいんじゃないのこれ。ディスク、うっ、やる気出せ。疲れちゃったのかな。じゃあ今日やめるか。トーマスって人気投票とかないジャンプみたいな。そうするとなんかあの駅の看板とかが15位ぐらい入っちゃうからやっぱやらないんじゃない。トーマスとか絶対格好のね、五条みたいなことになっちゃうでしょ、あのいないでの。